皆さんこんばんは、ベニバナブタオです。久しぶりですね。今回やるゲームはサクリファイスマストビーメイドっていう、これ無料でダウンロードできるんですけど、インスクリプションの元になったゲームですね。もうプロトタイプ版っていうか、すごく雑に作ってあるけれども、これがイタチですね。でオオカミとリスがあります。今はルール説明の画面です。いきなりね、ストーリーも何もなくゲームの世界に放り出されるわけなんですけれども、プレイザーとスクイールカードを、リスのカードを場に出して、うるせえな、声うるせえな、これが目の前にいるのがレジってこと。 Now grab the このイタチを出すと、リスを生贄にしてイタチを出します。で、ウルフは、狼は2枚サクリファイスを必要としますっていう風に言ってますね。で、ヒットザベルトゥースタートコンバットアンドエンドターン、鐘を叩くと戦闘が始まってターンが終わりますって書いてあります。で、これなんか豚、まるで英語が喋れるかのように振る舞っていますけど、まるで英語は読めませんので、まあ、そのあたりのところはね、気にしないでお願いしますね。The start deal me one damage。読んでるけど全然意味わからないな。You win if you tip my side all the way down my turn。で、敵のターンになったから、でもこれルール説明だからそんなに、おお、これ上じゃない？No my starving my、 うわー、もうちょっと喋るのも早いし、まあ、どうせゆっくり喋ったって舞台読めないんですけども、でもこれ敵側がね、インスクリプションというところの上のようなカードを出していけるけど、特に能力とかはなく11ですね。で、Now if me って出てるけど、これは次のターンイタチの攻撃で敵はやられてしまうし、無理やり狼を出すメリットはないので、このターンはイタチの攻撃だけで、わ、いや、待て、こいつ無視してさ、無視して1個ずらしたところに狼を出せば、差し引きでそっちの方がダメージ多く与えられるんじゃないの、長期戦にせずともさ。で、これで金をカーンって鳴らしたら、オッケー、3つ落とし、わ、邪魔だけど、このオリジナル版インスクリプションの狼、結構タフネス。HP が30かなかなかやられないね。で、このターンはリスを出して、こいつを攻撃をガードさせてもいいんですが、もう一旦待ったらリスがもう一個手に入っている、狼2匹出すことができるので、ここは一旦耐えましょうか。敵を潰して、Because you are learning, I will... まあ、読めない、早いって。まあ、仮にゆっくり行ったところで読めはしないんだが、なるほどね。リスが来るとは限らないわけだ。あの手札がリスか、それとも他の動物かっていう2択じゃなくって、マジで何来るかわからないんですね。で、これね、最初の方に皆さんに注意事項としてですね、この画面あんまり凝視しすぎると酔いに酔います。 Very good、 褒めてくれましたね。これで1回戦のルール説明は勝ったっていうところですか。 You look terrible. When did you last eat? 最後に何食べた？お腹が空いてるってことか、これ。猫が出ましたね。ね、猫が出たけど、こいつ。皆さんご存知の通りですね。いくらでも、読めない。読めないけど、まあ大丈夫。別に英語なんて読めなくたって、インスクリプションを楽しむことはできるんだから。ほら、これで一気に、2体のイタチちゃんを出すことができますね。おお、手が雑だな。雑というか、なんか手作り感に溢れてますね。それで金をチーンってやります。で、2ポイントダメージを与えて、時の残り HP が3になるはず。で、敵の攻撃、上の攻撃を1歩。お、ザ・レイブン。カラスだ。雑なカラスだな。It flies over creature to attack。敵の上を通り抜けて攻撃をすることができるって出てますね。で、このカラスなんですが、どうしようかな。このイタチを、この奥にさ、やばいやつがいるんですよ。攻撃力にハート3。で、こいつの攻撃力じゃなかったハートが2だから、こいつの、この人影の前にカラスを出しちゃったらすぐやられちゃうんだよね。やられちゃうが、敵が2でこっちが2でちょうど釣り合うことができるから、こうしたらいいんじゃないの。で、これでイタチの攻撃で唯一の敵のクリーチャーは死んで、で、2ポイントこっちがダメージ与える。で、敵が2ポイント返してくるけど、次のターンイタチの、おお、グリズリーが出た。攻撃力4だ。顔えげつな。全然可愛くないね、これ。本編のグリズリーの方が可愛かった。ちょっと待てよ。これは、次のターン3ポイントダメージ与えたら勝てるからして、グリズリーの4与えたらさらに勝てるんじゃないの。敵が2-2でちょうどグリズリーと、なるほど、釣り合う形になるのか。4ポイントダメージ与えたらもう勝ちだよね。
勝ちだと思いますが、どう ?1234 ほら、よしよし、 You win this round。 勝った勝った勝った。 Choose one。 お、カードを選ぶこともできるんだ。蜂の巣だね。蜂の巣とウサギの巣穴か。うん、本編でも究極の2択と言われるようなチートカードですが、これはプロトタイプ版なのでそんなに強くない。どっちだろう、殴られて蜂を出す蜂の巣の方が使えると思うんですけどね、ウォーリンより。とにかくさ、カード何を、自分のデッキ何があるかどうか分からないから、 I will remind you of my if you win the final round。 もし勝ったら最後の戦いになる。 I will feed you。 フィードの意味が分からない。中学生レベルの英単語も分からないから、 You told me you were the only survivor。 もう早いってくそー、英語やめる人、訳を教えてくれ。で、右端になんかこう人間みたいなやつがいますが、こいつがえげつないんだよな。攻撃力2だぜ。で、ハートも3あるからなかなか倒すこともできないので、このタフネスのイタチを出して敵の攻撃をガードしつつ、こっちの攻撃はダメージ与えていきましょう。金カーンで残り HP4 でしょ、敵で。敵の攻撃は豚には通らない。 You da lie to me in my、 何のこと言ってんの一体。で、ここに上、そんなにね攻撃力が高くないカードが来たので、あいつにさ殴ってもらいましょうよ、蜂の巣をさ。で、トカゲじゃなかった、イタチの攻撃で、このハンターが、ハンターって書いてあるね、人間を倒すことはできないけど最後までガードはしてくれるので、このターンはこのままで OK。 敵の残り HP が4。はい、蜂ゲット。お、なんで、え、狼、ああ、そうか、1枚引いたってことね。こっからどうしよっかな。敵がね、ここにね、鳩が、鳩じゃないよね、こいつ。何？鳥？カラス？鳩が来てるんですよ。勝手に鳩にしてるけど。で、鳩とハンターの攻撃で合計4ポイント食らっちゃうわけ。今、敵の残り HP が4だから、一気に戦いたいけれども、狼を出しても1個足りないんだよね。HP が1足りないんだ。狼でさ3ポイント与えたら残り HP が1になるから、狼と蜂の攻撃で倒せそうなんですが、それをすると生贄が足りない。狼でこれハンター倒すか。ありっちゃありだな。でもそれをしたら貴重な蜂の巣と蜂を使ってしまうことになる。それってイエスじゃない。だってこの蜂の巣をそのまましてたら次にたぶんもう1匹蜂がもらえちゃうからね。どうしよう、オオカミはこのターン我慢かな。オオカミは我慢して、いや、ここでハチを消費しちゃったらハチは増えないから、敵の攻撃一回アマンジで受けるか。そしたら残り HP4 に対して、敵が4ポイントダメージ与えてくるから、残り HP8 になるわけだ。8になるけど、この左が端に8を出すことによって残り HP7 に抑えることができる。これでいこう。はい、残り HP3、敵残り HP3 ですが、4ポイントダメージ与えたら残り HP7 になりました。 You are losing。 え、負け、え、負け、5ポイントいってないけど、ナイフが来ましたね。これ本編と一緒かな、目玉ほじくるんだろうか。あれ、これはどれかカードを選ぶってこと。ん、どうやって使うんだこれ。こう、あ、やっぱり目玉だこれ。これを本編と一緒なんだ。さて、ここにオオカミじゃなかった、なんだっけ、ハンターとカラス、ハトか、ハトがいるから、こいつらをどうにかしたいと。で、トリアージ取り、あ、え、ずー、オオカミを一体出せるわけだな。オオカミを出して、いや、これ結構難しいぞ。目玉で傾きはしたものも、実質目玉のさ重さが分かんないけど、多分今敵がマイナス1ぐらいだと思うんだよね。で、もしかしたら5ポイントダメージ与えたら勝ちじゃなくって、3ポイントとかちょっと緩いのかもしれないので、このターンで全力を持って敵をボコボコに殴ってみるか。オオカミでしょ、オオカミと、そしてハチを出して合計4ポイントダメージ与えるけど、これで敵は死ぬんじゃない。どう、 You win again。 よし、勝った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 。それで Choose。
え、ラストバトルじゃないの？エルクだ、エルク。ザ・フライティ・エルク、イット・ムーブス・アフター・アタッキング。動いた後で攻撃するって書いてない、これ。動く前じゃないの、これ。で、これはヘビだね、タッチオブです。ザ・アダー、ダメージ・フロム・イツ・ポイズン・バイト。毒の噛みつきが、オールウェイズ・レ・レ。これの意味がわかんないけど、まあ、タッチオブですですよ、要は。エルクにするか、それともアダー、毒ヘビにするかだけど、ちょっとね、敵が HP 高いやつ多いから、ここはアダーを選んで一発で毒で噛み殺そうじゃない。 One more round human 人間もう一回戦うぞって言ってる。 How is your new eye? Is previous owner I see your child there behind I It also look hungry お腹空いてるように見えるねって言ってる。 If you beat me now weなんか多分したらご飯をあげるよっていうことを言ってるんだと思う。で、多分これが最後の戦いなのかな。盤面がちょっと色が違うような気もするし、別にいつも通りなような気もする。で、ここでまずは左端に蜂の巣を置いて、で、あの敵のあの上みたいなカードでボコスカとジャックパンチを食らいまくってさ、で、蜂天国にしちゃいましょうよ。アダが来ましたね。アダが来たけど、こいつは生贄を2つ必要とするので、一旦ここはステイでいいかな。一旦ここはステイで、このまま蜂を出し続けることによって敵を無視しつつ上を叩いていこう。残り HP1 じゃあだ1マイナスで、敵の攻撃が2だから、こっちが1マイナスになりました。 I will offer my knife to you again. Be careful when you use it. 使う時には気をつけろって言ってる。 Have a great handナイフ使ってさっき見たりメッドナンバーほじくり出すこともできる。そしてハンターが来ている。こんな位置いたっけ。効果みたいね、これウルフカブだから。一旦待ったら強くなるけど、そんな悠長なことをしてる場合かっていう感じではあるんですよね。蜂がいるが、蜂2匹の攻撃をしてもですね、ひっくり返されてしまう。で、毒蛇を出したらこのタカ、ホークは一発で倒すことができるけど、ハンターの攻撃を食らってしまう。で、ハンターの攻撃を食らってしまう。この2枚のカードを生贄に捧げて、右端に毒蛇を置いてこのホークを倒すでしょ。で、ハンターの場合にはノーコストで出せるハチ、あるいはこのストーと、イタチを置いて防御することもできるんですが、その場合でも一番左端の上から1ポイントダメージを食らってはしまうんだね。食らってはしまうけど、多分それが一番安定してるか。次のターンもう一回こいつに殴られて、蜂をもう一個手に入れておきたいところだが、それはちょっと難しそうなので、蜂を2枚生贄に捧げて、ちょっと待って。で、毒蛇を出して、ホークを一発で倒します。で、一発で倒して、で、さらに、この、割とタフネスな、イタチを出して、敵に一発ダイレクトアタック。一発ダイレクトアタックで、この上の攻撃11で、プラスマイナス0になりますね。で、ハンターの攻撃で、ストートは生き残るから、とりあえず、次のターンは生き延びることができる。はい、イーブンですね。イーブンで敵の攻撃カードは、ハンターとシャバゾーだけになりました。上がもう一匹来てる。でね、ここで、毒蛇が攻撃力1で大して意味がないので、ここはね、毒蛇を生贄に捧げて、コウガミを出して、コウガミでこのシャバゾウを倒します。で、イタチはこのまま負けてしまうんですが、しかし、実はこのイタチを生贄に捧げて、イタチを出すことによって、HP が回復しているのと同じような状態になりますね。ハートが3になったので、もう一発ハンターの攻撃を耐えることができる。で、一発食らっちゃいましたが、まだ死にませんし、狼になります。The grow up so fast。成長が早いっつってる。で、ここでね、イタチが来たので、イタチじゃない、リスが来たので、かわいそうなイタチを生贄に捧げて、狼を出して、これで一気に鬱陶しいハンターを倒しつつ、そして左側の狼を大活躍をしてくれるから、このシャバゾウ2匹の攻撃食らっても全然問題なし。今、イーブンより1個豚が HP 低い状態ですが、一気に6ポイントダメージを与えてオーバーキル。どうだ？勝ちか？イエスか ?You've done it. やったね。It's time to eat. ご飯の時間だよ。Please choose.うおう、ご飯ってこれ？ハングリーチャイルド、飢えた子供か、スタービングマン、スタービングマンの意味わかんないけど、じゃあ子供の方。バルバル。
さ、食べようっつってるけど。ですね、クリアしたら強制的に終わっちゃうみたいですね。あの続き、あのカードを選んだ瞬間にプツンって画面が途切れて、これでゲームが終わりになりました。まあまあプロトタイプなのでストーリーも何もあったもんじゃないんですけれども、これインスクリプションの不気味な雰囲気っていうのがすごくよく出てて、非常にイエスではないかと思います。で、これってね、無料でできるゲームですから、もしあのインスクリプションそもそも持ってなくって、でちょっと買おうかなって悩んでるっていう人はですね、一回このプロトタイプをやってみてもいいかもしれませんが、やる時の注意点として、普通のインスクリプションみたいにですね、こうやって画面をガチャガチャと動き回してたりしたら秒で酔いますので、そこだけお気をつけください。まあでも結構楽しいのでね、あのインスクリプションもすでに何回もクリアしてるよっていう人も、ぜひあの概要欄にリンクを貼っておりますので、そこからダウンロードして遊んでみてはいかがでしょうか。それでは次回もこの時間にお会いしましょう。ベニバナブタボでした。おやすみなさい。バイバーイ。楽しかったね。酔わなかった？大丈夫？よし、豚も酔わなかったのでハッピーエンドだねってね。